まあ、開国しようよ。ふぅ、日本人はあれやな、ほんま頑固もんやな。いやまあ、こっちにも事情とかあるしさ。もっともっと、こちらも奥の手を出そう。え、なに？あ？なんだ？中に水みたいのが入ってるけど。これはやな。なんか今でかい音したけど大丈夫？死なない？死なない？本当？はい、これあげるから飲むといいよ。飲んでも死なない？死なない。本当に大丈夫かな？エッケエッケエッケフェニックス。うまっ！何これ？レモネードやで、それ。あ、何？ラモネ？ラムネ？レモネードで、おま。え、おま？おまって何？じゃあペリー、忙しいからもう行くで。え、来年また来るから、その時までに開国のこと頼むで。あ、ラッキー、一本残ってる。あ、これ回す。開かないぞ。ペリー、これどうやって開けんの？教えてよ。何でも言うこと聞くからさ。こうしてペリーが持ってきたレモネードがラムネになり、そのラムネがきっかけで日本は開国したってわけ。